じゃあ今日は自律神経についてちょっと語ろうか。はい、自律神経の症状っていうと、うちの来てる患者さんとかだと、まあ、自律神経って言ってもいっぱいあって、例えばコロナの後から、まあ、大体多いのが呼吸が苦しいっていうのがあったり、あとは胃腸障害、お腹の調子が良くないよっていう人、あとはだるさ、体がだるいっていうね、あとは動悸かな、たまに動悸っていう人がいたりとかするんだけど、まあ、他にも自律神経症状で、まあ、頭痛とかもあるし、あと手足の冷えとか、まあ、いろんな自律神経症状があるんだよね。自律神経のそれぞれの症状によって、その可動域とか、うん、そういう関節とかの問題にもつながってくるんですかね。あ、そうだね。自律神経の症状で、その内臓系の、まあ、調子の悪いっていうのがあったとしても、例えばで言うと、我々だと、まあ、鍼灸師だから、針を使って、ツボとか経絡を使って体を見ていくんだけど、その時に例えば、呼吸が苦しい。呼吸が苦しいって、まあ、一つでくくっちゃうと呼吸苦しいだけど、人によっては喉が苦しい、舌骨のこの喉のね、舌骨の動きが悪くて喉が苦しいっていう人とか、あと動悸が絡んでくる人だと、まあ胸が苦しい、心臓の部分が苦しいっていう人もいるし、あとは心臓の下、この横隔膜のここのところ、うん、溝落ちのところが詰まって苦しいっていう人がいたりとかするから、それぞれが苦しいって一つ言ってもそれぞれ全部違うし、それが手足のその経絡のつながりで言っても、例えば心臓のところが苦しいって言ったら、この心包系って言って、特に左側、右に症状は意外と出なくて、やっぱり左側なんだよね。左側の心包系っていう経路が、まあ、心を包むって書く経絡なんだけど、まあ、胸が苦しい人は大体左中指が動きが硬くなる。あ、うん、じゃあこの症状に合わせてその関係するところが連動が悪くなるっていう。そう、悪くなる。だから可動域が悪くなるから、はい、まあ猫背とかもそうなんだけど、こういうラインが硬くなるから、どうしてもギューって、これがギューって縮まる状態になるから、うん、背中も丸くなる、うん、でそうするとここが丸くなって胸が硬くなるから、反対側の背中が辛くなる、だから肩こりとか背中が辛くなるっていうのが一緒に合わせて出てくるっていう感じ、うんうん、だから胃とかもそうだよね、うん、なんか胃の症状で見ても胃が辛いって言っても、うん、大体胃の反応ってこの肋骨球って言うんだけど、肋骨球のこの左側をなぞっていくと、ここに高血って硬い反応が出てくる、はい、うん、肝臓の人は大体右側に出てくるっていうことがあるんだけど、はい、まあ、左側が硬いっていう人でも、これが例えば本当に胃の調子が悪い場合と、例えばこの物理的にその胃がある下には大腸が走ってて、大腸の動きが硬いことによって胃が圧迫されて痛みが出るとかっていう場合とか、いろんなパターンがあります、うんうん、だからそれは胃が痛いって言っても、実は大腸の動きが悪いことによって胃が痛いよねとか、はあ、そういうのを手で探って見つけていく。なるほど、うんうん、そしたら予想がつかないような症状を聞いたとしても、逆にこの動きの悪さとかそういうところから大まかな予想ができるっていう、うん、そう、つけられる。だから遠いところで手とか足の硬さ、動きの悪さから見つけることもできるし、直接内臓の位置って、まあほとんどの人が決まった位置にあるから、で中には内臓の位置が逆にある人とか、一個だけ逆とか全部逆とかっていう人もたまにだけどいるのね、はい、うん、だからそういう人なんかだと触っててあれっていうことがやっぱりあるわけ、そう、うん、過去にはそういうことも実際にあって、はい、うん、胃だけ逆にありますとか、はい、そう、全部がもう逆ですっていう人もなんか過去にはやっぱりいた、うん、でそれはやっぱり直接触るとそういう反応がわかるから、まあ、うん、手足の経絡を見て、直接的なお腹の、うん、触った状態を見て、あとは、首とか頭の硬さとか動きを見ると、それも全部合わせて見ていくと、あ、大体どこが悪いんだなっていうのがわかる。なるほど、うん、一つ個人的に気になったのが、うん、アトピーの患者さん、画像で、うん、あれ結構すごいなって思ったんですけど、あの方の場合だとどこにこう反応が出てたというか、アトピーのね、足のインスタとかにも載っている、まあ、手のビフォーアフターで、まあ2ヶ月半、うん、ね、2週間に1回の施術で2ヶ月半だから、まあ
5回ぐらいの施術でだいぶ綺麗になったっていう写真が載ってるんだけど、あれは針はもうその方はやっぱりアトピーの人って末端に症状が出やすいのね、うん、顔もこういうところに症状が出やすい、たまるところだよね、そう、たまるところこういうところ、あと手の先とか、意外と足先は出ないんだけど、まあ、手とかがやっぱり出やすいかな。でこう溜まりやすいところに出て、でそういう人って、手にはちょっと針を打つと刺激になっちゃうから、うん、手には打たないで、まあ、今回の場合は、お腹の症状、うん、でお腹の大腸を含めお腹の巡りが悪いと結構その改善がしにくいかなって思います、うんうん、で今回の人もステロイドをずっと使ってなくて、結構アトピーとかだとステロイドをやめてくださいとか、あとは食事に気をつけてくださいとか、いろいろあるじゃない、うん、なんかこう健康的な生活を送ってくださいみたいな、そういうことをずっとやってきたにもかかわらず、もう何十年も改善しなかったっていうパターン、はい、うん、でそういう場合はやっぱりあと一歩何か足んないよねって言ったところがあるから、それを今回は針と、まあ、整体を使ってお腹の巡りを良くしてあげるっていうことをメインにやった、うんうん、でそうするとああやって何かのきっかけが欲しかったわけだから、うん、それでぐるぐるぐるっと回復力が増して、まあ、改善が早かったって感じ。だからその時も一応体的に手の症状が悪いっていうね、さっき手に症状が出てるっていうふうに言ったんだけど、その手もやっぱり経絡的に言うと人差し指なんかは大腸経っていう名前がついてね、これ背経大腸経っていう名前がついてて、人差し指なんだけど大腸っていう名前がついてるだけあって、調圧法でいう2点っていうどことどこが悪いのかなっていうのを探るときに使う人差し指との反応点を見つけてあげると、やっぱり大腸付近に反応が出るのよ、うん、で実際にアトピーで言っても人差し指とか写真を見ると分かるんだけど、はい、人差し指とか親指のところが小指側っていうよりかは人差し指とか親指側の方が多分写真的にもひどい症状になってるのね、はい、だからそうすると肺とか大腸って言ったところが調子が悪くなる、うんうん、だから肺大腸っていうのは陰陽の関係で言っても、まあ、表と裏、ね、うん、っていう風な関係があるから、やっぱり呼吸器系と大腸っていう 肺と大腸っていうのが特に関連してて、それが手にも現れてますよっていうのが今回、うんうんうん、だから人差し指と親指の施術も必須になってくる。なるほど、うん、いう感じ。とにかく的にも肺大腸と皮膚ってこう関係してるって言いますよね。うん、そう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 。だから今回のそのアトピーに関しては、西洋医学的な神経とか筋肉とかっていう風な見方っていうよりかは、どっちかというと東洋医学的な方が落とし込みやすいっていうのかな。うん、うん、そういう治療した。うん。うん、そしたらもう見事にマッチして、はい、まあ5回ぐらいの施術であんなにね、うん、結果良くなって、うん、まあ、今でも定期的に通ってるっていう感じだけど、うんうん、っていう風になってます。なるほど。じゃあ、はい、手の感覚ってことですね。そう、手の感覚がめちゃめちゃ大事、まあ、手の感覚が分かると、うん、まあ、どことどこが悪いのかっていうのが分かれば、あとは改善に導くことができるのが、まあ、挑発法かなって思ってます、うん、なるほど。はい。秘密兵器ですね。秘密兵器だね。秘密兵器。何でもできちゃう。もう挑発法ってすごい感覚をもう研ぎ澄まされるし、いろんな治療もできちゃうっていう、うん、秘密兵器なんですね。そう、何でも、まあ何でもって言ったら語弊があるけど、まあうちだと肩こり、腰痛、神経痛、五十肩、うん、あとはそういった自律神経症状とか、まあ一通り、うん、まあ難病の方とかもいらっしゃるし、基本これはすぐ病院に行った方がいいよっていう症状以外は、うん、まあ基本的に見ることができる、うん、かなと思います。なるほど。